気象台によりますと台風7号は本州の南の海上から猛烈な風を伴って北西に進んでいてあさって15日に東海地方に最も接近し上陸の恐れもあります JR 東海はきょうこの影響で沿線での大雨や強風が予想されるとしてあさっては名古屋新大阪間で東海道新幹線の運転を終日取りやめると発表しました 一方、東京・名古屋間は大幅に本数を減らし、普通車はすべて自由席にして運転するとしています。JR 東海は明日14日と16日は計画運休はしないとしていますが、明日は強い雨・風による長時間の運転見合わせが、16日も急な見合わせが生じる可能性があるとしています。